湯川博広敷昭和6年8月23日は、第5代住友総理事である。慶応4年5月24日、木の国東室郡新宮町841番地で、木新宮藩の範囲、湯川関西と八重の長男として生まれた。新宮小学校を卒業後、和歌山中学校へ入学したが中退し、東京ドイツ協会学校に在籍した。 明治十五年東京大学予備門に入学して、医科大学へ進む予定であったが、読法科が設置された、法科大学に転学し、明治二十三年東京帝国大学法科、大学読法科を卒業した。同年定新賞に入り、明治二十七年日清戦争の野戦高等郵便局長として、戦地で活躍、明治二十八年東京郵便電信学校の、 校長となる。明治30年万国郵便会議員として、外遊、同年定身賞参時間、明治31年東京郵便電信局長、明治32年外務賞参時間兼任、明治36年東京通信管理局長などを歴任した。明治38年大学の先輩である、鈴木正也の水盤によって住友に入社した。 入社と同時に、住友本店支配人となり、鈴木総理事の補佐役となった。明治43年理事に昇進し、総本店支配人、さらに住友振動所支配人を兼ね、鈴木、中田に次ぐナンバー3に位置した。明治44年振動場から、電線事業を分離し、住友電線製造所を設立した。大正4年には、 住友中高所の取締役、大正14年には、取締役会長となる。大正4年住友銀行筆頭常務に転じ、銀行業務拡張のため欧米を視察。市中法銀最初の海外支店として、カリフォルニアとハワイに支店を設置した。大正10年大阪手形交換所委員長、ついで大正14年住友合資総理事に就任した。 総理事就任後は、住友を賛同資本から、総合企業へ飛躍させるため、別紙工業所、住友合資会社の直営から分離し、本社参加の連携会社にするなど、住友は、会場火災、新宅、生命、倉庫、銀行、大阪北港、ビルデング、林業所、鉱山、炭鉱、振動交換、成功所、電線製造所、 日本電気肥料製造所、日本板ガラスの連携各社を要する総合企業となる。昭和3年定年を迎えたが、若い16代課長、住友友成の後見人として定年が3年間延長された。昭和5年人気延長を満たさず、総理事を辞職し、相談役として、また貴族院議員として、関西経済界の重鎮となる。しかし、 昭和6年8月23日、インフルエンザによる肺炎により64歳で急性した。ありがとうございます。